カラワンに残されていたマックロットの破壊し、1920年から1935年のいずれかの時点に撮影。ハインリッヒ・クリスチャン・マックロットはフランクフルト・アムマイン生まれのドイツの博物学者。ハイデルベルク大学で医学を学び、1822年に博士号を得た。同年、ライデンのオランダ国立自然史博物館、EN。 NL ナチュラリス生物多様性センターの前身の一つに職を得た。大規模な博物学的事業であった自然史委員会の一環として、博物館の所有する動植物の標本などを収集するために、マックロットはハイン・リッヒ・ボエやサロモン・ミューラーと共にアジアへ派遣された。マックロットは1828年から1830年にかけて、 トルベット、トリトンに乗船して、ニューギニア島とティモール島を訪れた。1832年5月12日、ジャワ島で発生していた反乱の最中に,オオに、マックロットは殺害された。1837年、コンラートやコブテミンクは、スンダーオコウモ森に、マックロットへの県名として、アセロドン・マクロティと名付けた。この他にも、マックロットの名が付けられた。 動物学上の種や種には以下のようなものがある。植物の俗名、マクラティアは、ピーター・ウィレム・コルトハルスが、マックロットへ、懸命したものであり、巨竜倍族の別名とされている。マクロットは、植物の学名で命名者を示す場合に、ハインリッヒ・クリスチャン・マックロットを示すのに使われる。ありがとうございます。